This shit is super raw. はい、どうも。今はオーストラリアのブリスベンじゃない、オーストラリアのサンシャインコーストに来てます。はい、行きましょう。ハムストリング、はい。体をまっすぐに保って、お尻を使うようにして、お尻の力を使って体を上げるようにしていきます。OK。このエクササイズでは結構バランス重視の動きで、結構集中型です。はい、なので結構集中してやるようにしてください。あーはは、 OK。 あー OK。 左足は体と固めて、地面につけている右足の、お尻を使って体をグッと持ち上げるようにやります。これは初めて見るエクササイズ。Oh, wow. Both legs? このエクササイズは、まあ、結構簡単やけど、しっかり集中する、筋肉に意識を活かせて、特にそのつけてる方の足のお尻、これもすごく意識して、10レップスやっていきましょう。見た目以上に、やり終わった後結構ね、ハムストリングがかなり来てることが実感できるそうです。 Oh yeah。It's a balance.Yeah. Try to keep your weight forward. Your weight more forward. So. I don't know. Yeah.Yeah, like that. And squeeze. Squeeze. Yeah. That's better. Yeah, much better. Yeah. きついね。やってわかるけど、まずバランスがすぐ取りづらいの、まあ、特にこのビーチでやるとすぐ難しいんだけど、ハンナが言うように体をね、前に倒すとバランスがね取れるのと、すごいつま先を使うから、それでより、うわー来た、ハムストリングがすごい使える感覚がわかる。だから重心をしっかり前に、置くこと、要は体が倒れるときにしっかり体を前に持っていきながら、体のバランス、そして固めてる足のバランス崩さないようにやることで、自分が触る、やってて思ったのは、自分が触る自分の手の位置をしっかり覚えておくと、その手の位置に毎回置きに行くようなイメージでやると結構やりやすいです。重心は常に前に、持っていきながら、後ろに重心がいかないように、で後ろに重心がいくと体が倒れてしまうから、しっかり重心を前に持っていきます。はい、彼女のように横から見た時に
しっかりまっすぐのラインを維持して足を伸ばす、そして重心を常に同じ位置で保つこと、胸を上げるようにして体を起こすとバランスが取りやすいです。 Oh, this is pretty hard actually. Oh yeah. More than 10. できる人はね、全然10、10回以上やってください。まあ、はそう、見た目以上難しい。特にさっきの別のエクササイズを行った後は特に結構きついです。これをやっていて、なん全然これ簡単やなって、もう全然10回でも20回でも余裕でできるっていう人がいたとしたら、ちょっとやり方を間違えてる可能性がある。ちゃんと正しいやり方でやると結構しんどいです。フォーカス、フォーカス、バッツ。 You know the Theraband? Yeah. Step around the knees. Uh-huh. Right. But since we don't have it, ラバーバンドを使って、エクササイズ、バンドを膝にかけてやると、まあ、普段は、使えるらしいですが、このエクササイズでは。ただ、そういったものがない場合は、自分のこういった荷物、私物の荷物を、体に抱えて、Right.OK、右に10回ステップを踏んでいきます。これすげえな、カニさんにしか見えへんねんけど。右に10ステップ、左に10ステップと、やっていきます。で、見た感じ常に中腰を保ちながらやると結構疲れそう。なるべく体を落として膝が90度まで曲がるような、体勢まで体を下げます。はい。で、常に胸を上げながら、このエクササイズを終えてください。こう見えましても結構重たいですから、こいつカメラ機材が結構。 That's good, that's good. Okay. あのね、きつい。きついこれ。確かに荷物を腕に抱えながらやるだけでも全然十分。ゴムを使わなくてもいける。Right. ガニ股にしなくていいと。ああ、OK。ガニ股にすると足をまっすぐ。ガニ股にすることによって違う筋肉を使ってしまうから膝は常にまっすぐ。Right.だから、ガニ股にすると、股関節を使ってしまうから膝をまっすぐで足を広げると。足の向きを間違えるだけで全然使う筋肉変わってくるので、膝をまっすぐ向けた状態で足を開くとしっかりお尻が使える。ハナスコリーダウン。ハナまたハナまたこれね、やってるとわかんねんけど自然とね、きつくなってね、お尻上がってくるんです。なので90度はもちろん意識してやるのはそうで、鏡があれば鏡を見てやった方がいいと思います。で、鏡がなければ、友達がいてその人に指示をもらう、もしくはとりあえず意識をして下げるようにやってください。意識的には結構下がってるつもりだけど。はい。Yeah.
俺の大事だ。危ねえ。危ないってか今大丈夫やった？あ、よかった、閉めてて。うおー、見てほら。あ、that's fine, that's fine, that's okay。 マイレンズよかった。危ねえ、マジ近い。あ、ほらほら、あ、フリップロップ。なんかないな思ったら、危ねえ、よかった。うわ、すげえ。見てよほら、見て、ここだけや、こんな濡れてんの。俺らが荷物置いてるとこだけにめちゃくちゃでかい波が襲ってきた。危ねえ。せっかくハンナからもらったクリスマスプレゼントのサンダル、ナックスとかやった。オッケー、危ねえ。オッケー、だいぶ濡れたけど、気を取り戻して行きましょう。まあ、できるだけ腰を下げてお尻が地面につくぐらいまでいけるのは理想です。はい。OK。 How many times? 10回。はい、これもとりあえず10レプス each side、 左にもやっていきましょう。で、このエクササイズはどこら辺の筋肉、お尻と、あー、そこの筋肉なんていう、 How do you call? groin、 日本語でなんていうの、まあ、股関節の筋肉、内股の筋肉、はい、です。では僕いきましょう。Come over here. おお、また来たね。というわけで、今回のエクササイズはこれで終わります。はい。このエクササイズはどなたがやってくれてもかなり効くと思います。はい。僕がやっても結構しんどかったです。もちろんカップルでもよし、単体でもよし。はい。今回のこのエクササイズ面白かったと思ったら、いいね、タムズアップお願いします。はい。そしてチャンネル登録してください。はい、はるちゃんもう一回言って。私も、私のチャンネル登録もして。私のチャンネルも、私のチャンネルも登録してください。はい、はい、お、すごい日本語喋ってる。カレンソリハナ、なんて今のハナの意味今現在のハンナはということです。はい、はい、ハンナね、ブログはまあ、エクササイズではないです、はい、彼女は基本的には旅ブログとかトーキングのビデオだったり、まあ、英語が分かる人、もしくは英語の勉強をしている人、はい、見てください、はい、でなければちょっと難しいと思います。全部英語なんで、チャンネル登録お願いします、はいはい、というわけで、今回のご視聴ありがとうございました。では次のエピソードで会いましょう。さよなら、バイバイ。じゃん、あ、そっちかい。これ見て、これ。うわ、うわ、最悪や。ああ、まあ仕方ないね。あるある。